どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、セゾーアメックスプラチナカードとセゾーアメックスプラチナビジネスカードのですね、新規入会キャンペーン開設ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。JAL カードよりですね、 JAL マイルが貯まるクレジットカードとして個人的にはね結構おすすめなんですけども、新規入会キャンペーンがですね今までも行われておりまして、それがですね2021年の2月の15日よりですね変更になりましたので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。でですね、今回の動画ではセゾーアメックスプラチナビジネスカードと個人カードね両方紹介させていただくわけなんですけども、このビジネスカードの方ですね、ビジネスカードっていうね名前がついているわけなんですけども、こちら個人事業主の方もしくはですね経営者の方でしか発行できないわけではなくてですね、誰でもね発行することができるっていった形になっております。2019年だったと思うんですけども、初年度年会費無料キャンペーンっていうのがですね行われました。結構ねお祭り騒ぎになったわけなんですけども、その時にはですねプラチナカードにもかかわらずですね主婦主婦の方でもですね発行できたというね報告も受けておりますので、審査自体もですねそこまでね厳しくないのかなというふうに思っております。でですね、まずセゾーアメックスプラチナビジネスカードの方のキャンペーンですね、こちらね2つにねキャンペーンが分かれておりまして、1つはですね初年度年会費無料、またですね入会後翌々月の月末までにですね10万円を利用すると永久不滅ポイント1400ポイントこちら7000円相当がねもらえるキャンペーンと、追加カード発行で300ポイントこちら1500円相当のですねポイントがもらえるキャンペーンっていう風になっております。でですね、2つ目のキャンペーンはですね年会費はね2万円かかるって言った形になるわけなんですけども、入会後翌々月月末までにですね20万円の利用していただくと永久不滅ポイントね6000ポイントがもらえるって言った形になります。この6000ポイントはね3万円相当といった感じになりますんで、まあ、こちらはねもらえるキャンペーンっていう風になっております。それでは1つ目のキャンペーンからですね解説ねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、1つ目のキャンペーンですね、こちら初年度年会費無料なんですよね、まあ、入会後翌々月月末までですね10万円を利用すると追加でね1400ポイントをねもらえるキャンペーンが一緒に行われているわけなんですけども、高額決済を利用する予定のない方はですねこれだけでも OK っていった形になっていますんで、かなりねおすすめっていた形になっております。というのもですね、後でね詳しく基本スペックで解説させていただくわけなんですけども、セゾーアメックスプラチナビジネスっていうのはですね年会費ね2万円かかるわけなんですけども、前年度200万円を利用すると翌年の年会費が1万円に、ね、減額されるっていうね制度がありまして、初年度ね年会費無料で発行していただいて200万円ね利用していただければですね次年度年会費1万円でね利用することができるっていった形になってるんですよね。そんな感じで毎年ね200万円利用していただければ年会費はね1万円でねずっと維持することができるっていった形になるわけなんですよね。またですね、他にも税金の支払いでポイントがもらえるキャンペーンだったり、またねキャッシングをするとポイントがねもらえるキャンペーンっていうのが一緒にね行われているわけなんですけども、税金でねクレジットカード決済するとですね手数料もかかるっていった形になっておりますので、またはキャッシング自体はですねもともとねお勧めしておりませんので、こちらのキャンペーンについてはですねスルーでいいかなというふうに思っております。またね追加カード発行で300ポイントこちら1500円相当がねもらえるキャンペーンがあるわけなんですけども、こちらはですね初年度年会費無料でね発行していただいた場合ですね、追加カードも初年度年会費無料っていった形になりますんで、発行できる方はですねこちらもね発行しといた方がいいのかなっていうふうに思うわけなんですけども、こちらのキャンペーンはですね入会後翌々月までに10万円利用するとポイントをもらえるキャンペーンありますよね。こちらを達成しないともらえないっていった形になっておりますんで、この点はね注意していただきたいなっていうふうに思っております。それは次に2つ目のキャンペーンなんですけども、こちらね年会費がかかってきてしまいますので、今後ね20万円の利用がね予定ある方であればねいいのかなというふうに思っております。永久不滅ポイントね6000ポイントということで、こちらね3万円相当といった形になりますんで、永久不滅ポイントはですねドットマネー経由で 90% で銀行振込ねすることも可能といった形になっておりますし、 ANA ミズオマイレージクラブクレジットカードがあればですね 70% で交換することもできます。
ことができますので2万1000マイルに、ね、交換することができます。またですね JAL マイルの場合はですね 50% で交換することができますので1万5000マイルに、ね、交換することができるっていう形になっております。でですねこれがセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードの新規入会キャンペーンっていう形になっているわけなんですけども、個人カードのね方のキャンペーンっていうのは先ほど紹介していただいた2つ目のキャンペーンのみっていう形になっておりますので、入会後翌々月月末までに20万円以上利用するとですね永久不滅ポイント6000ポイント3万円相当ですね、こちらをもらえるキャンペーンのみっていった形になっております。ですので、まあ、初年度年会費無料でねこちらの方は入会することができないっていった形になっております。以上はですね新規入会キャンペーンっていった形になっているわけなんですけども、一つ目のキャンペーンねかなりお得ではないのかなというふうに思っておりまして、まあ、近いうちにですね20万円利用する方であればですね2つ目のねキャンペーンでもいいと思うんですけども、まあ、初年度年会費無料でしかもね利用条件もないっていった形になっておりますので、 JAL マイルのね貯めるメインカードをね発行検討されている方はですねぜひね1つ目のキャンペーンね狙ってみていただきたいなというふうに思っております。それでは次に発行方法なんですけども、公式サイトですねこちらの動画の概要欄にね載せておきますので、こちらがね発行していただきたいなというふうに思っております。残念ながらですねポイントサイトに2021年の2月の18日現在ですね案件自体はあるわけなんですけども、こちらポイントサイトを経由してしまうとですね今回この初年度年会費無料キャンペーンであったりですね利用額に応じてポイントがもらえるキャンペーンっていうのは対象外っていった形になっておりますので、この点はね注意していただきたいなというふうに思っております。それではですねセゾンアメックスプラチナビジネスカードとセゾンアメックスプラチナの個人カードの基本スペックね聞きたいというふうに思うわけなんですけども、こんな感じになっておりまして、年会費が2万円ですね、こちらどちらも2万円といった形になっているわけなんですけども、セゾンアメックスプラチナビジネスはですね前年度200万円利用すると1万円ね割引っていった形になっております。でですね基本還元率は 1% で、個人カードの方はですね 1.5% っていった形になっております。でですねセゾンマイルクラブ JAL マイル基本還元率、またね JAL マイルの最大還元率についてはちょっとね後で解説ねさせていただきたいなというふうに思っております。でですね海外旅行保険がビジネスカードの方はですね本会員のみっていうふうになっておりまして、個人カードの方はですね本会員とそのご家族の方も保証がね入るっていった形になります。でですね空港ラウンジに関してはこちらプラチナカードという風になりますので、クレジットカードラウンジがね利用することができます。またね空港ラウンジのプライオリティパスっていうのがですね、こちら両方とも利用制限なしのですねプレステージ会員でね利用することができます。またねタブレットプラスっていうねホテル特典がありまして、こちらもね無料で利用することができるんですけども、無料で利用はできるんですけども別途ね申し込みは必要っていった形になっております。またねプラチナカードということでコンシェルジュデスクはですね利用することができたりですね、手荷物宅配サービスに関してはビジネスカードはですねこちら利用することができないんですけども、個人カードの方は利用することができるっていった形になっております。でですね国際ブランドはアメックスっていった形になります。でですねセゾンマイルクラブについてなんですけども、こちらね年間4000円ぐらいねかかるサービスなんですけども、 JAL マイルの基本還元率を上げるにはですね入会必須っていった形になるわけなんですけども、年間の4000円自体は無料でね利用することができるんですけども、入会自体はですね別途必要っていう風になりますので、発行された方はですね確実にね申し込みねしていただきたいなっていう風に思っております。またですねセゾンのクレジットカードにはスマートフォンアプリにですねセゾンポータルっていうのねあるわけなんですけども、そこにねスコア制度っていうのがありまして、このスコアをですね1月に800スコア以上ね獲得すると永久不滅ポイントがね2倍になる特典っていうのがあるわけなんですよね。でこれがセゾンマイルクラブにね入会している方は請求額に対してですね 0.5% のポイントが付与されるっていう風になっておりますんで、 JAL マイルのね最大還元率は 1.375% っていった形になるわけなんですよね。でもしねこのスコア特典が入らないと JAL マイルのね基本還元率っていう風になりありますんで 1.125% っていった形になります。でですねこのセゾンクラスへのスコアの上げ方っていうのはですね基本的には公開はされていないんですけども、
セゾンポータルね、スマートフォンアプリのマスコットキャラクターのね、ペントス君っているんですけども、彼のね、質問に答えたりですね、まあ、スマートフォンアプリをね、よく開いたりとかですね、またクレジットカード決済とかですね、まあ、いろんな要素をね、含んでこのスコアがね、上がっていくっていう形になっているわけなんですけども、メインカードにされている方はですね、毎月800スコアね、維持されている方もいらっしゃいますので、まあ、そこまでですね、難しくないのかなというふうに思っております。またですね、プライオリティパスっていうのがですね、こちらには付帯しておりまして、まあ、ちょっとね、今海外に行くことができませんので、そこまでね、利用する機会ねないかもしれないんですけども、利用制限のね、回数もないプレステージ会員がね、利用することができるっていった形になっております。またですね、こちらプラチナカードということで、コンシェルジュデスクもね、利用することができるんですよね。まあ、レストランの予約であったりですね、何か困った時にですね、相談できるっていった形になっておりますんで、こちらはね、かなり便利利用できるのではないのかなというふうに思っております。またですね、タブレットプラスホテル特典っていうのはですね、タブレットプラス経由でですね、ホテルを予約するとアップグレードが受けれたり、朝食無料がついたりね、するっていった形になっておりまして、あくまでね、このサイトで予約してね、そのホテルに宿泊すると受けられる特典っていうふうになっておりまして、でこの特典ですね、ホテルによって変わるっていった形になっているわけなんですけども、こちらもね、9000円ぐらいするね、サービスっていった形になっておりますので、こちらもね、便利に利用できるのではないのかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードとセゾンアメックスプラチナ個人カードですね、新規入会キャンペーンね、開設させていただいたわけなんですけども、初年度年会費無料キャンペーンね、かなりね、いいのではないのかなというふうに思っておりまして、 JAL マイルを貯めるメインカードをですね、発行検討されている方はですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードね、かなりチャンスだと思いますので、ぜひね、検討してみていただきたいなというふうに思っております。まあ、先ほどもね、言いました通り、1年間ですね、200万円利用することができればですね、翌年は年会費1万円でね、維持することができるっていう形になっておりますんで、これでね、海外が行けるようになればですね、プライオリティパスもですね、1万円で維持することができるっていう形になりますし、コンシェルジュとかもね、利用することができますし、またね、タブレットプラスホテル特典っていうのもですね、利用することができますんで、ぜひね、検討してみていただきたいなというふうに思っております。今回の方はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボム、ホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。